自民党女性局のフランス研修をめぐって役職を辞任した松川参議院議員について、野党側からは説明責任を果たすべきだなどと批判の声が上がっています。お子さんを同伴した件、まさかその外務省の職員が見ていたというようなことは私はないと思いますが、そうであれば完全な公私混同ということになります。与党のおごりだと言われても仕方がない。国民の理解を到底得られるものではない。政党助成金が入ったお金でのね、行動として批判されるべき行動ではないかと。一方、岸田総理大臣が24日にも福島第一原発の処理水を海洋放出すると表明したことについて、共産党の志位委員長は、強行すれば漁業のみならず観光などさまざまな影響が出ると述べ、海洋放出の中止を求めていく考えを強調しました。